萌え,えよけん、柴良太郎のさ、土方歳三をあの主人公にした新選組の話なんだけど、あれが映画化されてさ、めちゃくちゃキャスティングいいのよ。鈴木良平あの、あれ、近藤勇役ぴったりみたいなさ、もうこう、もう顔がシッとしてる感じの人と、大方くんが土方歳三ってさ、まあ、めちゃくちゃ、なんていうの、豪華メンツなのよ。 で、それでやるのが本当に歴史の教科書をなぞっただけみたいな。で、ちょっと柴崎公と恋愛するみたいなさ。むちゃくちゃなんか森安ジャパンっぽいなみたいな。この人たちでこの映画作っちゃうみたいな感じで。萌えよけん見た人絶対同じだと思うんだよな。めちゃくちゃもったいなかったね。なんかね、あの、他の新人組の話だと、 なんかこう山並圭介っていう同志を切腹させなきゃいけなかった葛藤とかさなんかこう一つ一つの歴史物もの何面白いって歴史である事実なんじゃんそれの解釈の仕方の面白さなんですよどっちが悪かったかとかどういう行き違いがあったのかみたいな本当にみんなで今の歴史の流れをセリフで説明してあと切るだけみたいなもずっとただの説明なのなんかそうで高級食材全然活かせてないなって言っていろんな人切腹シーンとかやってるのに近藤勇のそういうシーンとかはなんかナレーション終わりみたいななんかすごい野心むき出しで新選組で上行くぞみたいになったのに急になんかもう,もうダメだみたいな感じで近藤勇投稿したりとかで これ何どういうことかっていうと監督調べたのそしたら俺その監督の映画で関ヶ原って映画があってそれもおもろくなかったのよなんかわかんないで島佐根って石田三成の領地半分上げて家臣にした人がいいんだけどまあ有名な人だけどその人はなんか最後なんか変な小高いおかみだとかみんな集めて他のなんか寄ってくる兵隊にうわーとかやってなんか爆死すんのなんかあの後ろの火薬みたいなのになんか味方が火つけてみたでもそこになんかみんなが集まる理由みたいなのも嶋、まあ、佐子の首飛びたいのはわかるけどなんか無駄になんかみんな槍でこう,うわーみたいな なんかそこにほんとご都合主義で集まってるみたいなさ関ヶ原やばいよねあれもめちゃくちゃ思んないのよで同じ監督だったで俺俺そういう人に興味出るからどんな人なんだと思って調べたのそしたらびっくりするのが出てきて一つがなんかラスト侍に 俳優として選ばれてんだけど、その時にトム・クルーズに、あの、自分がトム・クルーズラストアブラ出てるじゃん。トム・クルーズに自分が監督した映画のビデオとかを渡したんだって数本。したら、その後トム・クルーズがなんか150円かなんかやって映画かなんかで、それと似たらストーリーが作られてるっつって、使われてるっつって怒って、なんかその訴訟も考えてますみたい。な。で、実際は訴訟しなかったみたいな。怖いんだけどそれっていう、その、勝手に日本の訳わ,わかんないさ。しかもなんかその、なんか映画ライターでそ 監督になったん,だけどなんか初俳優デビューかなんかその俳優デビューもしてみたいな感じなんだけどそこで急にさトム・クルーズにさトム・クルーズからしたらもう話しかけないでほしいじゃんそんな日本のちょい役で来た人のことでもそれでさこれ見てください言われたからあーいいよーっつってさ一応もらったんだけど絶対見てないと思うんだよ日本のそんなさ別に吹き替えとかも入ってないでしょでそれをトム・クルーズがなんか出てたからってなんか自分の脚本使われてるっつって怒ってでそれで訴訟は考えてるっつってしてないだから絶対そういう売名なんだよ本当にしようとし,たしてるし絶対それでなんか投げようとしたんだよでもっとひどいのかを調べたら なんか、ネットは悪だからネットの意見なんて聞く必要ないっていうふうにすげえ言ってるみたいな。っていう人が作った映画。だけど、その人がなんで上行ってるかっていうと、そんなやつ能力高いわけないじゃん。で、作ってる映画も作ってる映画だし、絶対政治力が高いんですよ。そのなんかこのつながりでラストサムライ出てるし、なんかつながりで多分そのいろんな映画作ってんの金かかってる。そういう監督いっぱいいるから、その監督が作った大スターたちを作った映画が森安ジャパンっぽいって、それってもうそういうことじゃんっていう <laughs>。わかったこれ <laughs>。 全部つながったでしょ。森保ジャパンの作り方と萌様よ剣の作り方一緒なんです。これはびっくりでしょ。という話をしたかったわ。なんか逆にめちゃくちゃ見ながら。いやほんとあれ、俺相当新鮮組好きで萌様よ剣も好きだった俺が見て、マジでつらかったからね。いや、つらかったなぁ。